どうだよ、始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、私がやったすごいですね、めちゃくちゃでかいミスっていうのをちょっと話そうかなと思いますね。教員免許を取る大危機みたいなですね、教員免許取れなくなっちゃうんじゃないのみたいなですね、大変なことがあって、そのことについてちょっと話したいかなと思います。で、僕はですね、慶應義塾大学文学レベル学専攻なので、でそこで英語の単位取り、で教職は教職で教職の単位を取りっていうので、ですね、まあ、そこ、すごく、まあ、前に話した通りですね、超大変な授業はですね、いっぱいあって、それをですね、やっつけてきて、で、教員免許を取るわけなんですけど、ですごいでっかいミスをですね、犯したんですよ、私ですね。そうなんです。一体どういうことかっていうとですね、教育実習っていうのはですね、事前指導と事後指導っていうのがあるんですね。で、事前指導出て、それで教育実習に行って、その後、事後指導出て、で、それで教育実習の単位っていうのがもらえるわけなんですよ。で、びっくりしたのがですね、私ですね、事前指導出て、教育実習終わって、留学行ったんですよね。で、留学行って帰ってきたわけですけど、私、事後指導出なかったんですよ。そう、事後指導をですね、受けていないということで、単位不足で教員免許の発行がダメだったんですよ。あらららら、ということです。そうですか、教員免許取れなかったんですよ。じゃあどうしたのかって言ったらですね、私、もう1年ですね、東大の、あ、そうですね、大学院を東大入るんで、東大の大学院行って、で、慶応の教職なんとかかんとかっていう特別なんとか枠っていうのがあるんですよ。ですね、教職なんとかかんとかですね、これをやったんですよ。だから私、慶応と東大のダブルスクールをですね、やってたことがあるんですよ。で、じゃあダブルスクールめっちゃ大変だったのかですね、ことなんですけど、まあまあ、この東大の方は僕、大学院からなんで、学部行ってないので、学部の、必修科目取ってくださいって言われてたんで、ですね、こっちでめちゃくちゃ単位いっぱいあって、で、さらにはですね、講師としても働いてるわけですから、めっちゃ大変。そういう中でこっちダブルスクールどうするんだっていうんですけど、いや、これ事後指導を取るためだけにですね、私年間の費用を払っております。そうなんですよ。なんで、事後指導を取るためだけにやったわけなんですけど、で、事後指導ですね、受けるためにどうやるかって言ったら、なんとびっくりしたことにですね、事前指導を出なきゃいけないんですよ。教育実習終わってんのに、なのに事前指導に私出るわけです。で、ちなみにその事前指導と事後指導で結局90分2回の180分ですね。180分をその1年間で取るっていうですね。そのためだけになんか留学金とかなんとかとか全部払ったんですよ。まあ大変でした。で、事前指導でなんか終わってんのに、これからのなんかどうしやっていくかみたいな話をですね、聞いたりとか話したりとか話し合いとかあったりして、バカバカしいなんかやったりとかで、事後指導の頃にはもう随分前の話でですね、忘れちゃってるとかですね、大変だったんですけど、でそれでなんとか取ることができましたね。取れたんですけど、まあバカバカしいというか、まあそれが原因なんですよ。英語の、ですね、学校で働こうっていうふうに思ったのはですね、1年間は絶対やろうと思ったんですね。たかだか180分のために大量に時間とお金と労力をかけたので、これで一回も教員免許使わなかったらバカバカしいなと思って、それでですね、学校でのですね、仕事をすることに決めたんですね。で、そして学校でですね、仕事をするっていうことになりました。まあその辺の話もいずれしていこうかなと思いますが、はい、今回はですね、私がすごい大きなミスをしてですね、教員免許を取る危機ですね、なってしまったんです。こういうすごい間抜けなところがいっぱいあるんですよ。今まで一体どうだけそれでお金や時間を無駄にしてきたかっていうですね、いずれ話していけるかなと思います。はい、今回はこんな感じでした。はい、Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.